動きたくなくて、うん、そうよね、もう何もしたくなくて。そう、リモート診療で医師に苦しい現状を訴えるのは九州に住む40代の女性。1年以上前に新型コロナに感染、それ以来後遺症に苦しみ続けています。肩の痛みがどんどんひどくなってて、寝るのも妨げられる痛みなんですけど。後遺症でクリニックに訪れる患者は多い時で1日70人。今もその数は一向に減らないといいます。動けませんっていうのが、まあ、3日以上続く、これがクラッシュということになります。今一番辛いのは何でしょうね。なんか力が出ない感じですかね。活力がない。なるほど。あとは頭が動かないな。ブレインフグですか。東京渋谷にあるクリニックのコロナ後遺症外来、多い時で1日70人もの患者が訪れるといいます。こちらの30代の男性、2年前の夏に新型コロナに感染してから強い倦怠感や集中力の低下を引き起こすブレインフォグなどの重い後遺症に苦しんでいます。相当きつくて、結構外頑張って出ようとしてる、危ない1、2分で限界です。シャワー浴びの外気合というか入ります。そうですよね、はい、ちょっと男性は後遺症で外に出るのも辛い状態だといいます。コロナ感染者のおよそ4人に1人が苦しめられているというコロナ後遺症。平畑医師によると、4年半もの間後遺症に悩まされ続けているという患者も。どの臓器にどういう症状が出てきてもおかしくはないというのがこの後遺症のちょっと怖いところということになります。こうした後遺症患者は今も一向に減らないといいます。平畑医師のクリニックでは午前9時半から午後8時まで診療を行っていますが、後遺症外来は3ヶ月先まで予約がいっぱいに。東京都も先週火曜日、コロナ後遺症専用サイトを開設するなど新たな対策に乗り出しています。そしてこれからの季節、後遺症の患者はさらに増える可能性があるというのです。例年やっぱりそのお盆明けに感染者数がすごく増えるという傾向がありますので、非常に今警戒しなきゃいけない時期というふうに思ってます。そしてもう一つ、平畑医師が今危惧するのは、クラッシュ、もともとは筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群という疾患の、症状なんですね。これは、ぐっと動けなくなる、例えばご飯食べるとかトイレに行くぐらいのことはできるけども、それ以上のことは何もできない、体がもう鉛のように重くなってしまって動けませんっていうのが、3日以上続く、これがクラッシュということになります。後遺症を抱える患者が襲われるクラッシュと呼ばれる症状、その深刻な実態をこの後スタジオで紹介します。ここからは東京 ICDC 後遺症タスクフォースメンバーの平畑浩一医師にお話を伺います。平畑さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずは新型コロナ感染者数から見ていきます。はい、こちら今年度のグラフになりますけれども、5月の上旬から徐々に増え続けていた感染者数ですけれども、7月の下旬には7万人を超えました。そこから2週連続下がって現在4万9208人ですけれども、ただこれからお盆休み明けということでまだ増えていく、そんな予想になっています。実は今日も、火曜日のレギュラーの立岩さんが、はいはい、ご本人から了承を得ていますが、コロナに感染してしまったということで、はい、本日お休みなんですけれども、まだまだ、感染の拡大というのは心配されますよね。そうですね、依然として多い状況にはなっています。そして今回のテーマでもあるコロナの後遺症ですけれども、
カナダ統計局がこんなデータを出しています。こちらはコロナの感染回数と後遺症の発症割合の関係を示したデータになるんですけれども、コロナに1回感染した人で後遺症を発症するという割合 14.6% でした。2回感染した人は 25.4%、3回以上感染したという人は 37.9%、 およそ4割の人に後遺症があったということで、感染回数が増えるほど後遺症のリスクも高まっているというデータになっています。平田先生、これ結構意外だったんですけれども、なぜ感染回数増えると後遺症伴って増えるんでしょうか。これはですね、コロナのウイルスっていうのはですね、感染した後ずっと体の中に居続けるんですね。その残ってるウイルスがどんどん積み重なっていって、ある時点を超えた時に後遺症が出てくるということが指摘されています。これ平畑先生、こう回数以外にこう残り、そのウイルスが残りやすい傾向がある方とか特徴っていうのはもう回数だけなんですか。いろいろ言われています。後遺症になりやすい方っていうのは中高年に多いとか女性に多いとかいろいろ言われてるんですけども、ただどの方でもなりうるということは間違いないので、そこを間違えちゃいけないというふうに思います。なるほど。ではその後遺症ですけれども、どんな症状が見られるのでしょうか。はい、こちらになります。多く見られるのが咳や痰 38.6%、 倦怠感も 34%、 他には発熱、微熱、呼吸困難感であったり味覚障害などがあります。その他には脳卒中や自律神経障害、心臓病などもあります。さらに物事が思い出せない状態、ブレインフォグなど、こういった後遺症があるんですけれども、後遺症の種類というのは実に200以上もあるということなんですね。普通に生活していてこういったことを感じる方も多いと思うんですけれども、実際に平田先生、クリニックに訪れる患者さん、どういう症状が特に多くて、でそのやっぱり気になるのが後遺症の期間ですよね。何ヶ月なのか、はたまたこのもしかしたら年単位なのか、どのくらいの方が多いんでしょうか。そうですね、当院に来られる方で一番多いのはやはりその激しい倦怠感とかブレインフォグ、頭の機能が落ちてしまっている状態ですね。それによって仕事に行けないとか学校に行けないとか、そういう相談が一番多いと思います。でその期間なんですけれども、やはりその数ヶ月という方もたくさんいらっしゃるんですが、一方で4年半以上続いているという方もいらっしゃいますので、はい、非常に多くいらっしゃいます。そういう年単位に続く方ってもたくさんいらっしゃるので、そこを本当に気をつけないといけないというふうに思います。さらには後遺症ですけれども、こんな症状も報告されています、はい、それがクラッシュという症状です。どういうものなのかといいますと、コロナにかかって倦怠感などの後遺症を持ちながら仕事頑張らなきゃということで無理して仕事復帰し、運動やストレス、頭脳労働など一定の負荷を超えてしまうと、突発的に3日以上寝込んでほとんど動けなくなる、これがクラッシュという症状だといいます。このクラッシュにおけるそのきっかけというのは、平畑先生何かあるんですか。そうですね、近所への買い物とか家族との喧嘩とかリモート会議への参加とか、そういう普段であれば全然大したことないなというようなことで、結構そのコロナ後遺症になっているとですね、そういったことがきっかけでそのクラッシュになってしまうということがあるわけです。結構普通のことですよね、ちょっとしたことが重なってということかもしれませんもんね。サヘルさんはどうですか。新型コロナ感染されたことがあるというふうに伺いましたが、はい、その後後遺症などはずっと、実は私も実はその1回だけではなくて、かかってしまったのが3回ほどかかってしまってたので、多分今このグラフを見ていて、はい、そのリスク的にはやっぱりその倦怠感と、私はブレインフォグですか、それをすごく感じていたんですけれども、なんか今こうやってテレビでこういうふうに取り上げてくださるので、こうやって自分が実はその後遺症でなかなか思うように体が動かなくなってしまったりとかっていうのが言えるんですけど、じゃあちょっと前までって、じゃあこういうふうにちょっと後遺症私あるかもって言おうと思って、でもなんかそれをどこかで、いやそういうのをいちいちそこにくっつけたりとかっていうネガティブな要素で取られることも少なからずあると思うんですよ。でもこれってかかった人と悩んでる人にしかわからない、やはり今までにはなかった異変が自分の体に起きているので、こうやって言えることの、やっぱ辛いってことが辛いってちゃんと言えることと、こういうふうに、あそういう人たちもちゃんといて後遺症で悩んでるんだってことがちゃんと言える、それを受け皿もあるっていうことが、やっぱ社会に今すごい必要なのかなと思うことと同時に、私このクラッシュででも思うのは、これって正直前
別にコロナにかかってなくてもどこかですごくやっぱり頑張りすぎていて、頑張って頑張りすぎた後どんとどこかで疲れ切っても何もやりたくない時期ってあったと思うんですよね、うん、それって必ずしもコロナの後遺症だけなのかというその差ってなんか今までもあったんじゃないかなと思うんですけど、それはどういうふうに先生はいやこれは後遺症で起きてるんだというふうに思ったのかをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、うん、ありがとうございます。まずその、すごく負荷がかかった後に、動けなくなるっていうのは、やる気が起きなくなるみたいな形であればですね、ちょっと、抑うつみたいなことも可能性としてあると思うんですね。ただこのクラッシュの場合はもうすごく動きたい、やりたい、すごくやりたいことがいっぱいあるけれども、もう体の方が言うこと聞いてくれない、鉛のように重くなってるということですよね。そこの差がすごく大きいかなというふうに思います。気持ちとしては働きたいという気持ちがあるということですね。それが違いとして、そうですね、やっぱり気持ち、うつ病の方も結局働きたいという気持ちはあるんですけど、動かそうと思っている体が動かないということですよね。そこの差かなと思います。ありがとうございます。風間さん、いかがですか。僕はたまたま感染経験がないんですけれども、今出ている通り、その症状の、軽い重いに関係なしにこの後遺症はあり得るわけだし、それから回数が増えるとその後遺症 の可能性が高まってくるっていう、そこからだけ考えればその感染しなければいいじゃんっていうことになるんだけれども、でも感染の予防っていうのは基本的にほとんどやりようがなかなか難しいっていうことで、ある意味袋小路に追い込まれているような気がしてならないんですけれども、ここからなんか脱出できる方法ってのは何か先生、ないんですか。そうですね、基本的なやはり基本的な感染予防ですよね、マスクとかですね、あと場合によってはうがい、鼻うがいもすごく有効だということは言われてますので、そういったことをしっかり徹底していただいて、可能な限り予防する。その上でまたそのかかってしまった場合にはやはりその、この後出てくるかもしれませんが、2ヶ月無理しないということがすごく大事になってきます。2ヶ月の間無理しないでおくと重症化は予防できるんですね。後遺症の重症化を予防できますので、かかったら2ヶ月無理をしない、またできれば鼻うがいをしていただいて、しっかり洗い流してあげる、ウイルスを洗い流してあげるということが実は結構大事なんじゃないかということが言われています。そのあたりの対策を、こうしながら向き合いというのをしっかりしていく必要があるのかなというふうに感じますけれども、こういったコロナの後遺症、生活の中にもさまざまな影響が出てきます。平畑先生のクリニックでは後遺症が出た労働者4102人中、お仕事を時短在宅に変更したという方が318人、感染前と比べて欠勤が増えたという方も342人いました。完全に休職したという方多いんですね、1635人、退職や解雇、廃業に追い込まれたという方も517人もいて、およそ7割の方に影響が出ていたようです。小空さん、確かにコロナにかかって重症化する人は少なくなったけど、この後遺症という部分にこれからより目を当てていかないといけないなと思いますね。やっぱり具体的な症状長引く方は医療機関にかかると、ちゃんと治療を受けるってやってほしいと思います。で、先生どうおっしゃるか分かんないけど、ただやっぱり抑うつがずっと出てくるって方も相談支援やってると最近本当に多いんですね、コロナをきっかけに。で、逆に自分がコロナ後遺症なんだと思い込んでしまうことでさらに辛くなるっていうこともやっぱり僕はあると思うんです。ですから症状がある方はちゃんと治療に行きましょう。ただずっと続くなっていうような方は逆にコロナ後遺症とかってことあんまりこう考えずに別のことにちょっと集中してみるとか、別の何か楽しいことを増やしてみるとかって、そういう選択肢も僕はあってもいいのかなとは思います。先生、この向き合い方っていうのは改めて何が必要でしょう。そうですね、先ほどあった抑うつもすごく大事なので、場合によってはその精神科とか心療内科さんと後遺症外来両方かかるというのも一つの手だと思います。またその、関連する症状がある場合にはですね、その科の検査をちゃんと受けるということがすごく大事になってきます。また治療が長期化することは結構ありますので、その場合は、面会にかかることもあるんですけれども、新しい治療法必ず出てきますので、決して希望していることなく治療に取り組んでいただきたいなというふうに思います。とにかくこの長期間ということ、まずは周囲の人も理解をするということ、これから必要になりそうですね。はい。